里崎チャンネル。皆さんこんにちは。ということで今日はですね、はい、出張里崎チャンネル。おお、やってまいりました。今日はね、はい、ハブね、新浦安店。おお、はい、来てます。ハブね、はい、ファンの皆さんと好き勝手トークバトルをするっていう。それ流せるんですか、そんな。え、大丈夫ですか？わかんないですよね。大丈夫ですか？なんかでもトークバトルしてほしいって言われてるけど全員里崎信者やから多分もう反対意見ないと思う。一人ぐらいいるんじゃないですか。でもいるかな、手加減せよみたいな。物申し的な、物申し的な。よっしゃ、お前いつも解説席やからおらへんけど今日は面と向かって言ってやんぞと、はい、まあ、ロッテに厳しすぎるやないかと、はい、っていうのを、はい、いやそれはぜひ聞いてほしいね。そうですね、うん、どんなトークバトルになるのか、はい、ぜひ皆さんねお楽しみに。こんにちは。ロッテも何やかんや言いながらね、サインズからね、ファンスタのご紹介です。ファンスタとはダゾーン公認のスポーツ観戦に特化した店舗の検索予約サービス。見たい試合、好きなチームを近くのエリアからスポーツ観戦できるお店を検索予約できるシステムです。ヒバネットマリーンズとファンスタのキャンペーンについてですけども、ヒバネットマリーンズ公認応援店舗、東京都内2店舗、千葉県内6店舗の計8店舗のハブは、千葉ロッテマリーンズ公認応援店舗として千葉ロッテマリーンズの試合を上映応援中です。千葉ロッテマリーンズ応援ドリンクの販売について、千葉ロッテマリーンズ公認応援店舗で購入するために M ポイントをもらえる千葉ロッテマリーンズ応援ドリンクが全6種類あります。スタジアムでの来場飲食で M ポイントがたまるように千葉ロッテマリーンズ公認応援店舗でも M ポイントを貯めることができますね。ファンスタからネット予約、来店すると来店人数 ×50 ポイント、千葉ロッテマリーンズ応援ドリンク全6種類を1杯注文につき10ポイントの M ポイントがもらえますという、ね、素晴らしい。これ上手くないでしょうか。これがやっぱりね、今年引退して10年目だから2014年の今時に引退表明です。今日もね、西武の金子選手が引退表明してますけども、なんで今するか知ってます？引退でも今頃やらないと引退試合の準備できないんですよ。やっぱり、はい、僕クラスになると、もう引退試合はこの日って自分でやりました。そうそう、もうやめますっつって、で、引退試合なんですけど、この日でっつって、え、その日でいいのって言われて、球団に。いや、だってナイターの方がいいじゃんっつって。ね、これ多分9月22日なんだよね。秋分の日なの。で、ちょうど祝日やし。で、ナイターだし。で最終試合はできひんちって、だからこの日にちって、でその日に勝手に選んで勝手に引退してきております。まあ今年やっぱ一番頑張ってるのは佐藤俊也と鈴木翔太ですね。ね、佐藤もやっと5年目でね、俺も5年目なの、一軍で結果で当たるんだよ。だから一もう首巻きがね、大卒で5年目ってもう首巻きやだけど、今年いい感じで打ってるしね、打撃でね、田村もね、バックアップでね、だからこの使い方だったら、まあ、田村でいいね。マスターだって、あそこの置いとくより、日本で試合とか出しといた方がいいし、で、佐藤も頑張ってるし、しかもミリータに関係なく打ってるからね、うん、今、いい感じだね、ここまでね、乾杯らしいっす。はい。もう飲んでるけどね。足りなかったら、あそこで帰るらしい。今日の願いは、2時間半で、ロッテが勝つことです。長い方がいい？長い方がいいですか？僕はまた次テレ東の夜のリアライブ生放送行くんです。好きなんでやっていきましょう。乾杯！乾杯！グビグビ飲んで遊んで買ってください。それでは今からですね、里崎さんがビールを継ぐイベントをやりますので、ね、はい、さあ、じゃあどうぞ1番の方、1番どうぞ、誰から、ビールの方、はい、ビール落ちていくで大丈夫ですか、はい、やったことないけどね、でもこれやり方分かったわ。890円、はい、失礼します。
か。めちゃうまかった素晴らしい。うまいうまい。2番目だった。3番目だった。ほら、だって着くだけでこんなお客さん来んねやろ。一日店長やります。ありがたい。俺だってボビーの時8月もうめっちゃ楽だったよ。だってずっと休みだから最初は。もう8日ぐらい猛打賞を打ってるのに次の日休みだから消えるで絶好調なの。でもそれがまあ毎年やってたらもう慣れてくるからね。もう割り切って明日休みだから遊びに行こうみたいな。だからマンデーパリーグとかあったね昔ね。だからあの時に日曜日だから土金曜日休みだから土日デーゲームして月曜日ないんだっていうのがあった時に日曜日にデーゲーム試合して明日も出ねえなと思うとそのままあのギャオス内藤さんとかと感想に行って朝までバーティーしてで帰って寝て次の試合3時間47分という今日の願いは2時間半でロッテが勝つことです。ホークスがねマリン、ね、すごい試合でね10対2です、ね、でも優しいですね。10対2からのタイムリーエラーの犠牲フライで今日一番の拍手。ね。ということでもう終わりです。続いては写真とサイン会があります。おより大きい拍手。もちろんもちろん。一般に来たお客さんがね、なんだこいつら。おっさん一人喋ってる。中そうなんすか。そうなんです。で、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ないです。で、もうなくして、はい、はい、ちょっと持っといてもらっていいですか、引っ張って。はい。本日はありがとうございます。里崎さんのファンということで、えありがとうございます。ファンカーの時に里崎さんが内野のところでちょっとプロチョロチョロしてたのをずっと待ってる間見てたんですよ、はい、でいざサイン会に並んだら目の前にいたので、そこからなんですけど、結構ロッテに関しては毒舌というか厳しいことっていうか言うことが多いので、里崎さんの言うことは結構共感するところが多いので、へ、はい、まさかなんですけど里崎今日ですか。はい、間違いないです。わかりました、ありがとうございます。里崎智也さんがきっかけで千葉ロッテマリーンズファンになりました。へー、どうですか里崎チャンネルは普段見ていただいて。いつも拝見させていただいております。 ありがとうございます。正直一ね野球ファンとしてもいろいろとあの各球団思うことあるんですけど、全てあの代弁してくださってる感じがしていつも見ててあの胸がシュッとします。はい、最後にちょっとこれだけ聞いていいですか。はい、里崎京ですか。里崎京です。ありがとうございます、はい、今日参加していただきありがとうございます。ありがとうございました。 どうでした。なんか普段 YouTube じゃ聞けないような話も聞けて、そうですね、すごい来た価値がありましたですね。あのほぼ流せない話なんで使えないんですけど楽しかったですか。機会があれば聞きたいです。よかったです、ありがとうございます。ありがとうございました。